お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。小林さん、こういうのがあるんですね。そうですね。ありますね。ね。ね。こういうのがあるんだってこと。これすごいね。純正？純正じゃないと思って。どちらからいらっしゃったんですか？栃木ナンバーだから。小山です。小山です。はい、皆さんこんにちは。大人とつくばです。今回は R18 ミーティングに小森みもりのイバライト。雨降ってませんでした。降りました。お店近隣のイバラギのお出しした方で開催されました。水戸の方も雨降ってるって言ってましたけど、お客さん。途中幸いにも雨が上がり、曇り空、ちょっと晴れ間も覗いてたんですけど、まあ、天気が持ったという感じです。朝方だけちょっと一瞬雨がパラッと降ったんですけど、この動画を編集している夕方以降には曇りになっているので、おそらく群馬方面から来た方にまた結構もしかしたら降られてたのかもしれません。まあ、はい、まあ、会場がもう最高に条件によって皆さんの日頃の行いがいいという証明になりましたね。はい、で今回のこのイベントは、系列会社 BMCJ、BMW モーターズクラブジャパン主催の、まあ、ツーリング、ここまでの、これバーベキューとか食べることができるんですけど、そこの検査イベントです。今ちょっと映像の右前方の方は BMCJ の方々で、この手前の方に R18 シリーズを止めるというやり方で、ちょっと誘導の役目もやりつつ、雨大丈夫でした。あと、まあ実際ちょっとカットしちゃったんですけど、車両のご案内とかも実際ちょっと私ちょっとやらさせてもらったりとかちょっとやりました。雨でちょっと霧雨みたいな。あ、そうですよね。まあ、ここが雨だと最悪でしたけど、よかったです。まあ、実はインタビュー、いらっしゃった方にそれぞれ、ある程度までしたんですけど、まあ、かなり数人でも長さにするともう約トータルで2時間余りだったので、かなりこう編集にちょっと時間をかけてしまったので、まあ、簡単に当たり障りないとこだけちょっと今回動画をさせていただきました。雨大丈夫でした。逆だれば、もう乾いちゃった、ね、バラバラでしたけどね。前橋だと関越、ずっと圏央道からですか。圏央道ですね。圏央ですね。はい、じゃあね、お疲れ様でした。3時間ですかね、ほんとに。今10時だから6時です。ね、これぐらいですね。じゃあね、お疲れ様でした。こけてもいいようにって使い捨ての100均の巻きもんで。いや大事ですね。いや大事ですね。帰るダメでしょ。ガチってやったらもう取り替えるですよね。これうちで作りました。これ R18 コバキの車両を持ち込みました。よかったらまたがってもらっていいです。どうぞどうぞ。いいですか、これ知りたくなんねんすか。ちょっとね、これはなかなかどうぞどうぞ。あ、硬いでしょ。そうですね、硬いですよ、うん、あ、硬いですよ。ちょっと腰にきそうですね、これ。あー、でもあ、でもいいですね。でもいいですね。あ、でもいいんだ。午前中は OK です。よいしょ。へ、はい、この辺りのパーツ全部交換してるんですよ、これ。へぇ、あと、この辺りですね。そうですよね。ね。どうぞどうぞ。どうぞ。乗っていいですか？どうぞ、ライドル、どうぞ。プリザイ。どうぞ。あ、はい。飛んでちゃう、飛んでちゃう。なんか、R18 というよりも、R12 ぐらいに見えるのがいいですよね。そんなこと言っちゃって、なんですか。どうぞどうぞ。いや、かっこいい。かっこいいですね。かっこいいですね。かっこいいですね。写真撮るとちょっとかなり映えると思いますよ。かっこいい。あ、飛んじゃう、飛んじゃう。あ、映っちゃう。すごいかっこいい。かっこいいですね。ちょっと、ほとちゃん、ほとちゃん。
ありがとうございます。普段は何乗られてるんですか？これ。あ、これか。ああ、そうですか。ほうほうほう。けど、あの、はい。あの、普通のモデルですけど。ああ、はい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 。これ、ボ、あの、ボ、ボ、ボバーキじゃないです。ボバーキです。僕はこれ、ちょっと、あんま良くない。だけど、そこ、これ、これ欲しい。おぉ。これ。ちょっといいですか？大体シートだけだと大体10万ぐらいかかります。そうですね。その、あの、ネットであるじゃないですか。うんうん、はいはい、オレンジのカラーもあって、ね、はいはい、ありますね。オレンジ欲しい。ああ、はあはあ。オバキッド、オレンジとそのグリップという、はいはい、もうオレンジ。はい、まあ、BMW じゃないですけど、はい、なんとか、はい、ありますよね。あの、知ってます、知ってます。ありますよね。もう一回ちっちゃい。そう。すみません。かっこいい。一番似合ってる。似合ってます。日本代表ちょっと似合ってます。あれ体調がなんかまたちょっと写真撮っていいですか？ほら。ありがとうございます。ウィンカーをちょっとこんな感じで光ります。こんな感じで、こんな感じで光ります、ね。そう、車検対応です。車検対応。まあ、の実は個別でトークいただいたお客さんのバイクのお話とか、もっとまともにいろいろととんでもない時間になってしまうので、本当にすいません。ちょっと終わってみるとうち の持ち込んだ車両の話がちょっとメインになってしまいましたので申し訳ありません。はい、やっぱり皆さんこう集まってこうわきあいあいとこう話せるというか、それはすごい楽しい出来事で いいことですしね。はい、ケータリングでこれ実はコーヒーも出していただいていい時間を過ごしたと皆さん思います。はい、今回本当会場が広かったんでね、広かった一方でちょっとトイレが遠いとかそういう問題もちょっとあったし、まあ、皆さんからいろいろ意見が聞けたっていうのは非常に有意義な感じでした。はい、このちょっと右の方のブースは BMCJ の、ブースがちょっとありましてね、アクセサリークスとかちょっと売ってましたんで、お買いになった方も結構いらっしゃいました。はい、こちら今左手の方は BMCJ のツーリングのグループですね。まあ台数はもう明らかに多くて、はい、GSRT とかもラインナップ、多彩なラインナップこう飛んでる感じですよね。はい、はい、まあ、どちらかというと今回はそうですね、北側の方々が非常に多かった感じですね。南の方から来る人いるかなと思ったんですけど、まあ、ナンバープレートを見ててもそんなに遠いとこ、まあ、自分遠いんですけど、1日かけてっていう人は正直ちょっといなかったように思います。はい、サイドカーの方とかもちょっといてちょっとびっくりでしたね。はい、写真はちょっとかなり昔のやつですけどね。はい、まあ、皆さんめいめいに楽しまれたと思います。 BMCJ の方々は結局こちらでバーベキューをこの後にって感じで、RT のミーティングは午前中までということで集合写真を撮って、それでまあ解散ということで、天気予報で午後からまた天気が悪かったので、早々とちょっとお帰りになりたいって方も結構多かったですね。はい、近隣に牛久大仏とかご覧になるんですかってちょっと聞いたんですけど、皆さんまっすぐ帰れる方が今回ちょっと多かったと思います。はい、これだったらもうちょっとなんか人数集まってもなんとかなった感じはありますけどね。はい、十分大盛況のイベントになったと思います。はい、
まあ、来年もまた同じような感じでやるかと思いますので、ぜひご参加お待ちしております。よろしくお願いします。